生放送の時にもちらっとお話しさせていただいたのですが、5月5日の水曜日、子供の日にも生放送やります。せっかくのゴールデンウィークですが、このご時世だしね、どこにも出かけられずにお家で暇を持て余している方いらっしゃいましたら、ぜひ遊びにいらしていただければと思います。マッキーへ質問するもよし、サブローさんへ苦情を述べるもよし、疑問質問愚痴から人生相談まで幅広く、個人情報以外ならリアルタイムでバチコイ受けたまわります。ビバプラレールの生放送では生電話のコーナーもご用意してます。本当に直で直におしゃべりできますので、我こそはと思われる方はぜひお電話もお待ちしてます。生放送には遊びに行ったことないなーなんて方もぜひゴールデンウィークの思い出作りにいかがですか。ということで、次回5月5日の水曜日、子供の日15時からの生放送でお会いしましょう。マッキーでした。またね。